僕が守る。大丈夫。EMP 攻撃がトリガー、何とかしないと。トゥービーを取られてる。そんな攻撃機能が動かない。ヨルハ部隊の識別信号だ。僕が 2B をハッキングして識別回路を焼き切る。お願い。司令部に通信、状況確認。不可能。機械生命体による妨害電波を感知。クソ。トゥービー、妨害電波を出している個体をマークした。分かった。目標地点の情報を入手。マップにマーク。
能でかいのから妨害電波が出ているようです。解除されたはず。司令部に通信、状況報告と救援要請。ポッド通信ロスト、司令部に接続でき。クソ、またジャミングが。通信環境は良好。通信ロストは接続認証の失敗によるもの。現在司令部の通信機能は完全に沈黙。バンカーが、一体何が。キリがない。トゥビー、考えがある。バンカーには非常用のバックドアがあるから、そこから僕とトゥビーのパーソナルログデータを全部アップロードして、その後ここをブラックボックス反応で吹き飛ばす。分かった。データアップロード 30% 完了、 50% 完了、 70% 超えた。 9S まだ。もう少し。 92% トゥビー、ブラックボックスを。ログデータのアップロード完了。2B、 司令部に報告を。これは司令官。 2B、 9S も一体何をしてるんだ。地上のユラハ部隊がウイルスによって乗っ取られたんです。僕たちは暴走したユラハ部隊をブラックボックス反応で。ウイルス、何を言ってるんだ。地上からはそんな報告上がってないぞ。あれは偽装です。現在バンカーの通信は封鎖されていて。そもそも命令もなく戦場からなぜ戻った。だからヨルハ部隊が暴走して。いや、汚染されているのはお前たちじゃないのか。違うんです。 2B、 9S、貴様たちをウイルス汚染の疑いで拘束する。待ってください。正解。汚染。司令官、退避します。クソ、扉が。バンカー内部までウイルスが入ってるのか。そう、オペレーター。オペレーターさん。違う、ナイエス、あれは私たちはネットワークで話しかけている。そんな、そんなことが。
トゥビデータ同期を保留していたからです。以前バンカーのサーバーデータにノイズがあったので、それが気になって。そうか、アクセスユニットは汚染されています。格納庫に行って飛行ユニットを奪いましょう。司令官、格納庫から飛行ユニットで脱出します。司令官、早く。私は行けない。司令官。私もサーバーとデータ同期をしていたからな。でもそれならナインエスが。そんな時間はない。お前たち二人は最後の夜派部隊なのに生き残る義務がある。司令官。それにせめて最後まで丈夫トゥビー、もう岸が